け花声ちゃん、道の駅などでよく見る木柵液、あれって植物に与えるものですよね。木の巣の液って書いてある。あ、へえ。うちのおじ頭皮にもつけてたんです。え、大丈夫？木柵液をつけながら、おじいの髪がふさふさしてるのはこれのおかげさとよく言ってました。母や周りの大人たちはそうだねって言ってましたが、おじい以外誰も木柵液を頭につけなかったことを私は知っています。おじいの息子にあたるおじさんは一番ハゲています。木柵液はつけていません。一番とか言うなよ。他にも木柵液を頭につけてた人はいますか？それとも私のおじは植物だったんでしょうか？もうおじ亡くなってるので真相は分かりません。でも EM とかも良さそうだよ。分かんないけどさ。いや良さそうだな。良さそうだけど、ちょっと薄めてシュッシュッシュッ。個人差あるでしょ。本当に髪の毛ふさふさに生えてんのって、別の何かが根を張ってるとかじゃないの？おじいは髪ふさふさでした。毛先とかにさ、葉っぱが2つぐらい入ったりしない？髪の毛緑だなとかないの？すごいね。すごくさ、これはもう個人の意見ですよ、皆さん。真似しちゃいけませんからね。これ正直マリ、このおじさんだったらやってるかもしれない。おじさん一番ハゲてるとか言うなよ。一番多分もうあんなに元気なおじいちゃん見てたら、ちょっと自分でやってみようかなって。薄めてちょっとビビっちゃう。めっちゃ面白いわ。